にちは、セレクト鈴木です。今日は LA800 のムーブキャンバスにこの、パナソニックのナビをつけていきたいと思います。まあ、配線類とアンテナとですね、これがナビ本体と、これがキャンバス用の取り付けキットですね。あとカメラアダプターって言って、データシステムのこの純正で周りにカメラがついてるやつにこれつけたら、あの周りのカメラが使えるようになるんで、これをつけていきます。このミラーの下、これがフロントのカメラです。ここが左のカメラで、これがリアのカメラですね。あ、スイッチ入ってる。純正対応のスイッチが、カメラの切り替えですね。ではパネルのけていきます。パネルはクリップで入ってるんで、クリップ外しなんかを使ってこうやって上からサクサクっと入れていってください。そしてまっすぐ引っ張ったらのきますね。クリップ十何個止まってます。で、中に純正の配線、オーディオのカプラーが止まってるんで、それを白いテープが巻かれてます。それを引っ張っておいてください。では次にピラーのけます。左のピラーはこれもクリップで入ってます。なんでクリップ抜き使って横に抜いて、それから上方向に引っ張ってください。右も同じですね。ウェザーストリップを外して、でこう左に引っ張ると、結構クリップ硬いんで、その後に上方向に引っ張るって感じですね。助手席前のグローボックスも外します。配線を通すためにいるんで、これも引っ張ったら抜きますね。脱脂をしていきます。フィルムアンテナを貼るのに油を取っておきます。これ取らないとフィルムアンテナ剥がれてきちゃうんで、GPS のところにも脱脂をしといてください。純正の配線は天井裏に隠しておいてください。で、これからフィルム貼っていくんですけど、 A と B って書いてあるんで、ABAB の順に左から貼っていきます。で、全部一気に剥がさないようにしてください。で、黒いガラスの縁に沿って平行になるように位置決めして貼ってください。で、こう押さえて、そして裏の紙を剥がして押さえると。上も同じですね。黒い縁に沿って貼って、まずそっちを押さえてから裏の紙を剥がすと。で、上からしっかり押さえておいてください。終わったら一番上のフィルムを剥がしていきます。アンテナの方の端子もA と B って書いてあります。で、A はフィルムの A の方に、B はフィルムの B の方に貼ってください。で、よく見るとポッチリがあるんで、そのポッチリを合わすように貼ったら、電気が通る部分がちゃんとくっつくんで、あとはしっかり押さえておいたら大丈夫ですね。で、GPS も脱脂したところに貼ってください。で、配線を向こう側になるように置いておくといいですね。
アンテナをはわしていきますね。アンテナは純正の配線に沿ってはわしていくので、まず上に行って純正の配線と一緒にテープで貼っていきます。まあ、タイラップで留めるんでもいいし、テープで留めるんでもいいと思います。あとは落とし込んだら下から出てきますんで、覗いて取ってみてください。あとは下から出てきた配線を取って、今度は上のナビの方へ引っ張ってきます。で、まあ必要な分だけナビ側に置いといて、あとはグローボックスの中の足元に隠しておいてください。あと配線ですね。配線は黄色とか赤とか色通りに組み合わせていったら大丈夫です。スピーカーとか電源の配線ですね、もう色でオスメスも決まってるんで、これでつけていってください。スイッチをつけるために運転席の下をのけていきます。パネルは引っ張ったらのくんで、ちょっと硬いですけど、頑張ってやってみてください。のきましたね。で、クリップとか配線が止まってるんで、ラジペンとかで押してやって、これ OBD のカプラーですね、これものけといて、のけといた方が作業が楽ですね。その後ハンドルを上げて裏から押したら出てきますんで、そこにナビ裏から配線を引っ張ってきます。よいしょ、よいしょ、そしたらあとはスイッチをつけたらこっち側は完成ですね。オーディオ金具を組んでいきます。金具は合うようにしか合わないんで、説明というのはいらないと思うんですけど、合わせてみたら4つ穴が合うとこがあるんで、そこにつけていきましょう。左右とも同じですね。LR って金具に書いてあるんで、それ間違わないようにやっていってください。はい、そしたらさっき組んだ線をつけていきます。カプラーもつくようにしかつかないので、合うとこに刺していってください。これが電源ハーネスですね。車速のカプラーですね。車速とバックのカプラーですね。で、これはつける人とつけない人がいると思うんですけど、このスイッチがついてたバックカメラアダプターのスイッチの線なんで、これスイッチ入れて、でスイッチの線にイルミが入ってたんで、照明ですね、これをオレンジ色の線から取ってやって入れていきます。で、この硬いのが中押し込むとカタカタいう時あるんで、スポンジテープなんかを貼っておくと音がしなくていいですね。さて、取り付けていくんですけど、ビスが止まってるんで、まずそれのけてください。それがナビの取り付けボルトになります。で、これもまた合うようにしか合わないので、地デジの配線カプラーとか電源カプラーとかをつけていってください。最後にラジオのアンテナになりますね。アンテナちょっと短いんで、こう当たらないようにしながら丁寧につけてください。あとは配線を押し込んでいったら、あとはビスを入れていったら完成なんですけど、
1本ずつ全開で締めないようにある程度締めてから全体を増し締めしてくださいね。でパネルをつけたら完成です。ご視聴ありがとうございました。これからも作業動画や試乗動画なんかを上げていきますんで、ご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録やグッド評価なんかもよろしくお願いします。